ストレスを感じている。どうして、なぜストレスを感じるんだい。レン君の番号聞いててマジでよかった。あ、中山すいません。はいはい。あの車ひっくり返っちゃったんですけど、これどうしたらいいですか。あー、車ひっくり返ってきてないっけよ。なんかちょっと中に大事なもんも入ってるんで。中に大事なもんもね。できればできれば。なんか F1 の長押しするとメニューみたいなの出てきますね。出てくる。なんちゃら出てくる。そこで車なんか車両のなんかひっくり返すやつあるはずやから、それやってみて、うん、ダメならちょっと分からんけど、私は前やった時それでひっくり返ったから。ありがとう。いけたんすか。いや、あの電話しながらだとあれかも、うん、あ、ちょっと、あ、じゃあ、いや、ちょっと待って、フリップベヒクル、これか。車両のインタラクトみたいなのないですか。うん、これ、いや、これな気がする。近くに車両ありません。は？車両の状態を確認。あ、いや、多分これやっぱ電話切らない。あれかも。あ、オッケーオッケー。じゃあ一旦切ります。はい。ダメそうならまた連絡してください。お、来た？おお、絶対無理。絶対無理。あ、うあはははちょちょちょ今ポーンってあやばい。う、やばい。死。マジで死ぬ。おい、どうなってんねこの街。寒い。寒い。あー。眠い。うわっ！なにこれ？確保しました。え、これ助けてくれてるんですか。個人通知出されましたよね。いや、出しました出しました。医者ですからね。あ、かなえさんか。あ、そうですよ。ちなみに個人通知と、はい、救急通知両方出しました。両方出しました。両方出すと、はい、怒られる。嘘。そうなんですよ、なんかダメみたいで。要は個人医と救急隊って違くて、はい、組織が、はいはいはい。で、個人医は犯罪とかも目つむって助けるようで、救急隊は割とあのちゃんとしてる。あの、そう、もっと公務員っぽいというか。え、かなえさんどっちなんですか。僕は個人医ですね。闇の方。や、まあ、闇というか僕別に犯罪してないですけど。はいはい。あれですよ、あの個人医は自分の言い値でできるんですよ、公共機関じゃないから。あー、なるほど。僕1000万ってところ1000万になるんですよ。あー、じゃあもちろんそんなことしないんですけど、ブラックジャックも可能みたいな感じか。あ、そう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 。あ、なるほど。なので犯罪性とかがあったり、はい、人に見つかりたくないとか、はい、でなんかこう隠してほしいとかあったら、はい、個人に出して、それ以外は救急隊に出しても大丈夫と思いますよ。なるほどなるほど。救急隊出してあんまりにも来ないなと思ったら個人に出すとかはありだと思います。わかりました、すみません、ありがとうございます。いえいえ、いいんですよ、最初わかんないですから。はい、あのまたモダンキャミでわかんないことあったら僕に聞いてくれても大丈夫なんで。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、すみません、助かりました、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。あいす、やばい、黒人さんヨボヨボなってる。黒人さん、おじいちゃんなってもうた。
請求書どれだっけ。あ、せや、F7 や。助かった。たっか。払える。払えた。くそー。何見とんねん。うわ、お前、杖で行くぞ、杖で、お前。お前、腹立つわ。わしもな、お前、若い頃は、イケイケのストリーマーやったんじゃぞ。バカにしやがって。じゃあこれほんまよって、待って、これ運転、めっちゃ当たり前のこと言っていい？これ運転中コメント読まれへんわ。運転中コメント読まれへん、これ。またさっきみたいになる。なんぼ金あっても足らんぞ、これ。